こんにちは、ビーレジェンドの辻元です。ビーレジェンドのダンです。今日はマンネリを防ぐサイドレイズについて解説させていただきます。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。ビーレジェンドのダンクに来ていただきまして、っていうのはですね、まあフィジカですよね。同じこう目的を持ってトレーニングしてるわけなんですけれども、結構やっぱり肩トレ週1ですか？週1か今でこそ週1ですけど、うん、めっちゃやってた時は週2、3もやってましたね。はい、ぐらいですね。やっぱり肩っていうのは重要視されますし、盛り上がった肩って憧れますよね。はい、っていうところで、まあ、普段私、まあ、サイドレイズ行ってますが、また変わったアプローチですね、うん、をダンクに教わろうと思いまして来ていただきました。お願いいたします。お願いします。まあ、トレーニングに関しては人それぞれ、まあ、やり方、方法、ポイントっていうのは全然違ってきますよね。全然違いますね。はい、でいろいろこう試しながらですね、自分の、まあ、骨格や筋肉のつき方に合った方法で、うん、まあ、行っていくわけなんですけれども、まあ、サイドレイズに関しては今はもう本当に基本的なフォーム、やってるんですよ。まあ、前回ちょっと動画でご案内したようなもう本当に基本的なフォームで行ってるんですけれども、はいはい、最近ちょっとまたね、効きというか、はいはい、入り方がまあ、マンネリ化しつつあるので、今回よろしくお願いしますと。お願いします。はい、ではじゃあ、はい、入る前に今、辻元さんがやってるサイドレイズを見せてもらってもいいですか？はい、4.5 秒。はい。だいたい普段15キロぐらいのできる重さなんで、はい、90キロぐらいで、はい、まあ、セットを組んだりするんですけど、15回ぐらい。まあ、単純に、まあ、やってる感じでいきますね、普段。はい。このまま、まあ、グッと上げます。ああ、はい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 。もうはい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 。で、割としっかり上まで上げるんですね。そうなんですよ。これは前の動画でもね言ったんですけど、はい、やっぱりよく肩甲骨をまあ上げないと、はいはいはい、あの上げすぎると肩甲骨も上がって三角筋に効きにくいっていうんですけど、はいはい、まあもう肩甲骨はちょっと動いちゃってもいいと、はいはい、ただ、この三角筋の、チューブをできるだけ収縮させたいというところから気持ちグッと、はいはい、あ、なるほど、はい、いや、いいですね。上げるっていう意識でちょっと上まで上げるようにはしてます。はいはいはい、普段はこうちょっとね肩だけ上げたりとか、ね、はいはいはい、そうですけども最近はグッと持ち上げるようにしています。はい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 、っていうのがまあ今結構15回ぐらいを、はい、まあ3から5セットぐらいですね、はいはい、行うって感じですね。なるほど。はい、フォーム的にはもう多分考え方は同じですね。僕もどちらかというとここまで上げるよりもっと収縮させたいんで上に上げたいんで。ああ、そうですよね。なんで僕が今からやろうとする種目はどちらかというとドロップ後にやる僕の種目になるんですけど、はいはい、普段はそれこそ12キロとかを座って僧帽筋も収縮させながらもうできる限り反動使わずにサイドレイズを20レップしてから6キロぐらいに落としてもう無理やり20レップのドロップ後のフォームになります。ただ容量はもうめちゃくちゃ近いものがあって、今のサイドレイズでいくとこうやってここから上はもう自力で上げてたじゃないですか。僕はどちらかというとここから上を上げようとするとやっぱりどうしても僧帽筋が意識いっちゃうんで、僕はここまで上げた後に自分で下がるぞここまでの上げた後に自分で下がるとこれやったら分かるんですけど、僧帽筋の収縮じゃなくて三角筋の収縮が最大にいって僧帽筋の関与をより少なくサイドレイズを追い込めるっていう、僕はあの癖が強いトレーニングをよくやっておりましてなんかね、みんな割とそれこそ上下の動きって言ったら上げる時にこう上にこうやってやるんですけど、はいはい、どちらかというとここまでしか上がらんやったらここから下がっちゃったら重りがここに対空してる時点で無理やり収縮させれるんですよねなんか僕はここでできる限り耐えて自分を下げる、耐えて自分を下げるっていうやり方で追い込みます。これが僕の癖サイドレイズなんですけど、でも確かに今サラでやりましたけど結構ちょっと見てもらっていいですか？はい、全然見ます。これはね僕一押しなんですけどね、やっぱ割とやってる人は見ないですね。肩甲骨にあまり意識がいかないってことですね。あ、そうですそうですそうです。結構すぐ下がったりね。はい、もうこの辺でグッと、
もっと下がる。イメージ、いきますね。はい。ここで止めてもらって、体だけ下げるだけです。そうです。下げるときにちょっと上に上がると、まず僧帽筋入っちゃうんで、そこ固定したまま、そうです。固定したまま下げる。すると、三角筋はしっかりと収縮するんですよ。あ、わかります。二段階収縮の感覚というか、まあ、ここまででも結構収縮入るんですけど、収縮ポイントの時間をここからさらに下がることで、まあ、2、3秒、はい、1、2で止まるんで、はい、確かにだいぶこう熱くなるバーン、はい、感覚はありますね。ありますね。ありますね。あります、あります。はい、これはただメインでやるよりかは僕がやってるようなドロップでやってあげる方がより分かりやすいと思います、うん、確かに。いやでも収縮させられるんで、そうですね、そうですね。結構まあなんかね、自然にこういうフォームにそう、ちょっとなんかこう下がる人はいるんですけど、言ってますよね、こうサイドレイズ、そうです、そうです、あれを大きくするっていう、はいはいはい、それあえて意識的にやるっていうのはあ、すごく参考になりましたね。割と無意識にやってる方も、はい、そうですね、多いんでね、はい、やってみます。はい、ぜひぜひ。はい、あとやるときの意識としては、はい、割と最近はこの背中を丸めてやる人とかも多いんですけど、うん、僕はどちらかというとめちゃくちゃ胸椎伸展させて胸を張った状態でサイドレイズしたりします。はいはい、ああ、そのポイントとしては何か、筋繊維の流れがこの状態だとこうなってちょっと弯曲、なんか曲がるというか、はいはいはい、ここをまっすぐにしてあげることでさらに負荷をかけられるという、うん、ここからの線がまっすぐになるとより負荷が三角筋に入りやすくなるんで、僕は胸椎の伸展が、うんうんうん、他の人よりもすごいするから、うん、その姿勢を作りやすいのもあるんですけど、割と反り腰になっちゃう人も多いんで、そうですね、骨盤を後傾ちょっとさせたまま胸椎だけ伸展させて、うんうんうん、サイドレイズするとよりチューブに入る感覚が、やりにくい、僕の中ではめっちゃやりにくいですけどね、久し、あの普段のやり方と変わるんで、骨盤をちょっと、そうです、前傾なんですけど、腹筋には力入れたまま胸椎だけ伸展させるっていう、胸椎の伸展が苦手なんで、はいはいはい、腰椎は結構こんな感じかな、ちょっと鏡ないんで、もうイメージそうです、もうそっからもう僕のイメージはもっと肩甲骨グインって寄せて、そのぐらいです。これ背中に効いてもね、でも本当にフリスビー外に斜めに投げるように、遠くに投げるようなイメージでサイドするとまた他のかかり方が変わると思います。でも確かにいつも僕結構ね、どちらかといえば前面に、はいはいはい、まあ、行ってたイメージだったんで、まあ、結構後ろ側に効いてくるような感覚はありますね、はい。まあでもやっぱこの辺結構硬いと、そうですよね。そう、サイドもチューブの中でもチューブの前、チューブの後ろっていう細かい部分も分かれてくるんですけど、おそらくこうやってる方はもうリアミドルって言われるリアとさ、チューブの間あたりの筋肉とチューブの間になってるんで、さらにチューブの横の張り出しとかやとこっちの方がチューブに、確かに、はい、効きますね。それこそインクラインサイドレイズもちょっとこう背中が丸まった状態でこう行ったりすると思うんですけど、この収縮の時は割と胸張れるんで、はいはい、チューブに入りやすいなって僕は思うんですけど、張り出しやったら胸張る方が割とやりやすいですけど、それこそ柔軟性とか胸椎の伸展が苦手とかやったらめちゃくちゃ背中の方に最初意識いくんで、うん、確かにもう僕まさにそうだこれね、しっかり慣れていけば、はい、というところで、これ話し出すとやっぱりキリなくなりますね。キリなくなりますね。割とこれだけで相当な本質のね、サイドレイズについてっていう動画でも ね、マニアックな内容が撮れるとは思います。はい。ということで、まあ、今日はですね、まあ、サイドレイズについて教わったわけなんですけれども、まあ、自分がまあ行っている視点以外のところからまた新たに取り入れて行っていくことで、まあ、今みたいにまあ新たにですね、気づかなかった部分とか自分に足りないところが補えたりするので、まあ、ぜひ皆さんもですね、いろんなトレーニング、されている方からですね、情報を聞き出しながら自分のトレーニングに活かしていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 Be Legend の公式 LINE では得な情報を配信しております。また Be Legend の公式サイトでも新商品やセールのご案内を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。